トイレ大概てこずる特に大はいどうも、で今日なんですけど、新規オープンするお店の、前日に来ました。どうもパンケーキが食べれるということで、紹介を、できればと思ってはいるんですけど、なりぶん僕ダイエット中でして、まあ、今日は、パンケーキをね、食す、レポートになるので、ということでね、ちょっとね、簡単にお店の紹介をしていきますんで、店内を軽くね紹介したいと思うんですけど、お店の名前、ということで今ね、パンケーキ作ってくれてるみたいなんで、その間に、お店の、お紹介を、はい、どうぞ。なので、今これで、パンケーキを待ちたいと思います。でした。じゃあさ、これでちょっと移動します。原さん、はい、ちょっとお店の紹介を。わかりました。お店の名前、お店の名前なんていうんですか？パンケーキもぐもぐです。もぐもぐです。オーナーさんですね、そこの。はい、ちょっとお店の紹介を軽く。わかりました。してください。はい、ちょっと似た体型で申し訳ないんですけど12月の18日に2020年ですね。2020年、はい、12月18日にオープンします。一応うちパンケーキっていうぐらいなんで、パンケーキを主に出すお店になってます。若い女性の方大歓迎なので、ぜひ来てください。
ぐらいですかね。あ、そうなんですね、はい、なんでしょう、見た目によらず緊張されてるようで、はい、新規オープンなんで頑張りますので。さっきね、僕もいただいたんですけど、さっぱりして食べられる、なんだろう、新しく食べた感覚のパンケーキだったんで、またそういったのも楽しんでいただければいいと思います。パンケーキ好きの方、よかったら。ということで、なんかありますよ、お母さん。頑張ります。だそうです、はい。ということで、来てください。お願いします。以上です。ありがとうございました。カメラ向けられると、はい、ちょっと緊張するよね。え？緊張する。緊張しちゃいます？緊張する。え、さっき緊張してないんで。緊張する。じゃあ僕の凄さ分かりました。分かった。すいませんでした。あ、今回ってましたね。